坂本比叡山口駅は、滋賀県を移し坂本4丁目にある、京阪電気鉄道石山坂本線の終着駅。京阪全駅の中で最も北に位置する。駅番号は OT21。改札口とホーム東端式1面2線のホームを持つ、地上駅。駅舎はホーム東端部にあり、IC 乗車券対応の自動改札機が導入されている。 ホームの有効長は2両。日中は交互に列車が発着する。また、駅舎改良前は線路、ホームが少し北側にあった。駅周囲には、比叡山に延暦寺を呼び、日吉大社の門前町として、古くから栄えた坂本の町が広がり、駅西側には、名札が点在している。また、駅周辺は、住宅地であるが、 駅東側にある JR 西日本比叡山、坂本駅との間の道路沿いには商店も点在する。高弱バスの路線が最強寺、ケーブル、坂本駅、比叡山坂本駅方面へ運行している。ABC 大津1004駅の駅名を変更します。京阪電気鉄道、2017年2月13日1926年5月5日の特許取得時点では、 この区間を合わせて取得していた。AB、京阪あのう坂本の伏線化完成。交通新聞、P1、AB3 月17日より、大津線4駅の駅名を変更します。京阪電気、鉄道、2018年1月26日、ABPHP 研究所2014、P93、K プレス2011年11月号6面、坂本紅葉散歩マップ。 京阪電気鉄道発行。ありがとうございます。